はい、皆さんこんにちは、カンナと申します。はい、ミートピア、やっとラスボスでございます。やっていきましょう。はい、いよいよ来ましたよ、ラスボス。ミスターサタン、違う、ミスター誰、ミスターって、違う、あの名前が出る、バルスの人。名前忘れちった、マジで忘れた。誰やったっけ、あの超魔王、バルスね。はい、バルスとの戦いが始まると思います。いやー、これラストボスエンディング迎えれるのかしら。いや、頑張りましょう。はい、パーティーはこんな感じ。私、カンナとリサちゃん、ゆずりさ、ほんで、沖田総合、三坂美琴という感じでね、このパーティー行きたいと思います。誰やったっけ名前。マジで覚えてないんやけど。ちょっと待って、マジで忘れとんやけど。名前、何やな。超魔王の魔。教えて、名前。バルスの人。いや、まあ、バルスしてないけど、この人。この人、メガーの人やから。さあ、行きましょうかね。ムスカや、そうや、今思い出した、ムスカ、ムーハハハ、ムスカです、すいません、ムスカです。来たぞ、よくぞここまで出てきたな。大賢者ムスカを返せ。ふふん、褒美だ。全力で相手をしてやろう。むー、なに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 、すげえ、なんかいろんななんかパーツみたいな取り込んどるけど。ほー、バルス、メガメガ言ってくれ。ん、やべえ、え、やるんかこれ、やばそうな予感がする。なんか見たことある、こういうボス。 FF13 のさ、ラスボスってこんなんじゃなかったっけ。超魔王ムスカ、 FF13 のもラスボスこんなんじゃなかったっけ。ムーハハハハ、見ろこの偉大な姿を、感じろこの溢れる力、さあ始めよう最後の戦いを。わわわわ、待ちなさい、超魔王ムスカ、やつの力はあまりにも強大、仲間たち全員の力を合わせて10人装備変えた、装備変えられたりさ、バフしまくっとけばよかった。それはちょっと聞いてなかったです、すいません。負けたらそうします。左手と戦う3人を選ぼう。私では多分強いメンバーは真ん中がええと思うんですよ。ちょっと待って。3人。真ん中が多分4人か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,4 人やから。私とリサちゃんと、そうね。やっから、どうしようかね。ちょっと待って。強い人と弱い人、ちょっとバランスよくせなあかんから。まあ、東方チーム。頼むわ。東方チーム。左で頼むわ。うん。右手で戦うのね。ちょっと、ここは、トーマがリーダーの、ヤミンちゃん、レウちゃん。はい、頼みます。頼みます。ほんで、残った4人で本体ね。はい。ここちょっと並べ替える。ここまでちょっと、行きましょうか。なるほど、そういう感じか。頑張ろう。マジかよ。元装備与えとけなかった。やべえ。いけるんかこれ、大丈夫か、私自信ないぞ。だってみんな弱いもん。私らメイン4人より。やべえよ。ムスカの左手。こん中で頼りになる。ほんまにね、クラピだけなんや。早送りは使いません。もしかしたら、遅すぎたら使うかもしれんけど。今んとこ使わんかな。ゆっくり見よう。食らいすぎじゃね、死んだんやけど。ああ。強化しとけばよかった。あんまり振りかけもできひんねんて。心ちゃんええわ。どんな感じ相手の HP。の様子。微妙に減っとるっちゃ減っとるか。思ったよりちょっと減っとったの。
わーお。うわ、サバ危ない。ここのパーティーはほんまにクラピにかかっとんよ。だってこれふりかけさ、このままだって他のパーティーにも持ち越しやろ。ってことはあんまり使えへんよな。まあ、うわ、やばい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 。あ、セーフセーフ。クラピが案外耐えてくれた。ありがたい。それは頑張った。よく耐えた。ココロちゃんはな、復活させるだけ無駄かなって思います。 MP もちょっと、2発に耐えきれんから。このカリカリの攻撃見てからちょっと HP に変えた。 OK、 敵の映像。やばいやばいやばい。半分なんかアンチは入れへん。え、アンチってさ、入れたら復活するっけ。あれ、あ、やばいやばいやばい。あ、入れれへんのよ。入れれへんの。振りかけ振りかけ。死んだ人アンチ入れたら復活するかななんて思ったけど、そんな甘いことはなかった。危なー。やばいな。あー危ない。それあかんやつ。まあいっか、もうラス打って。やばいやばいやばい。助かったじゃん。セイガニャンニャン、これパキンってなるでな。大丈夫か。大丈夫。うおわ、食らうね。雨降っとんやけど外。ごめん、めっちゃ関係ない。いや、なんか聞こえて雨降っとん。ふりかけすごい減ったぞ。大丈夫か。待った。いや、クラピはすごい頑張ってくれとる。敵の HP 見よっか。もうすぐいけると思う。このままいったらいけると思いたい。待って、外雨降ってるんだ。洗濯も入れたいんや私。ちょっと待って、洗濯も入れたいねん。ちょっと待って、あっぶねー。待って、私洗濯も入れたいんやって。わかる。ふりかけ足らんよこれ。大丈夫か。うん、大丈夫かな。言うたら、まあこのチームが一番弱いと言っても過言ではないので、ここさえ乗り越えたら大丈夫じゃねえかな。ただふりかけがマジで足らん。他のチームまでこのふりかけのままやったら、ちょっとほんまに足らん。もう一度攻撃する。どんな攻撃すんねん、マジ。OKOK。なんで蹴散るん、そこで。まずいまずいまずい。やばいやばいやばい。セーフ、ナイス、耐えた。まあ勝てるかもしれんねんけど、ふりかけが。ふりかけが、 MP ふりかけはいらんかな。 OK、 ふりかけ。にゃんにゃん多分あれよね、 MP なくなったよな。 OKOK。待って、ふりかけが。やべえよ、育てとけばよかった。マジ、他のメンバーも。こんな戦いやとは思ってなかった。
らうな。ちょっと待って、滝の様子。あ、もう死ぬか。でもワンチャン、ちょっと何があるかわからんから。まあ、クラピだけでも生き残っとったらいいんやけど。もう、やばい、振りかけない。え、まだ？なあ、もう死ぬ、もう死ぬわ。もうこれ多分、もうね、クラピーだけでも生き残っとったらええわ。にゃんにゃん死んでもええ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、大丈夫。え？初めてのスキーコード。怒りの復活？え、今になって？今になって？いやもう、あの、キューコードなんかせんでええがな。今になって？やる気なん？そっか、心が。買ったな。まあ、ちょっと待って、あの、洗濯物入れたんやけど、雨降ってたから。え、ちょっと待って、あの、洗濯物、あと、ドキドキ。落ち着いて。大丈夫か？振りかけないぞ。ちょっと待って、あの、ちょっと待って、あの、ちょっと待って、ちょっと、ほら、やっぱ引き継ぎ、振りかけ。ちょっとあの、洗濯物入れてくる。ごめん、ちょっと待って。はい、ただいま戻りました。すいません。よし！めっちゃ雨降ってた。やばいな。大丈夫かこれ。ふりかけとかないけど。マジでふりかけがないから、アンチ使っていくか、体力減ったやつを後ろに置いて。こいつの攻撃がわからん。あ、ロックオンや。ちょっと待って、ロックオンはなんか守り使わなあかんのやろ？ええんか、これで。まあ、あんまりノリノリとか使ってもいいかもしれんけど、まあまあまあ。どういうこと？めっちゃ目振ってた。うん、2回攻撃かった。まあまあ耐えれるレベル。うんうん。オッケー。これ守りしとるから大丈夫やな。うわぁ！え？守りとは？タイミングが悪かった。え？振りかけ使おうか。もう空っぽになったね。りょうちゃん死んじまったな。ちょっとやめとこう。うわ、全然食らってない。あの、やり直すかもしれん。あの、ふりかけがないし。パンチ入れたいな。ヤミンちゃんやばそう。二人ともやばいけど、ヤミンちゃん入れるか。ふりかけないもん。オッケー、アンチ。あ、バナナがあるんか、忘れとった。ヤミンちゃんだそう。待て待て、まだ上条さん入れんでっか。もう一度攻撃。うん、ヤミンちゃんか。まあバナナ食べるやろ。食べないか。ヤミンちゃん入れて、上条さんに MP の振りかけをするか。ロックオンされたけども、守りしたところでどう？あ、食らってない。あれか、じゃあ最初の守りはタイミングが悪かったんか。あれ、タイミング悪かった説が濃厚よな。オッケー、帰ってこい、帰ってこい。あ、帰ってこんだよ、まだ。もう一度攻撃あるから、それがあってから持ってきて。あ、やば。ヤミちゃん入っとったら守りとか解除される？解除はされない。まあ、まだ出す必要ないかな。これ出すタイミングとかも大事やから。オッケー！
もう一回攻撃あるけど、ちょっと一応出しとくか。まあもう一回攻撃あるけど、敵の様子半分らしいわ。上条さん攻撃させてからアンチに入れたい。やばいな、めっちゃ食らうな。大丈夫、セーフセーフセーフ。お、バナナか。ヤミちゃん偉い偉いよ。オッケー、上条さん戻ってくるか。上条さん戻ってきて攻撃できるような、ターン的にどう。相手2回攻撃終わったと思ったんやけど、やばい、ヤミちゃんがやばい、ヤミちゃんがやばい、めっちゃ雨降った、やばい。オッケー、ヤミちゃん今戻す必要あるか。上条さん入れとく。うわーギリギリ危ない。ちょっと上条さん入れたところでっていう感じだな。オッケー、出しても攻撃せえへんよな、多分ターン的に。あ、待った、いやこれしてくれるのはありがたいな。誰が、あー上条さんがやばいな。オッケー、ヤミちゃん何やかやで耐えたの。オッケー、復活したけど、上条さん今出すか、相手の攻撃やろ。ヤミちゃんがどこまで、あ、やばい、こういうかすごい攻撃のあれやな、やり方やな、やばいな。オッケー、あんま、オッケーオッケー、ヤミちゃんもう、あ、もうヤミちゃんでも今戻ってこんで、ちょっとターンが分かってきた。もう一回攻撃あるよな。それが終わってから上条さんと攻撃。ほんで次ヤミンちゃん攻撃のターンやな。オッケー。やけどここで上条さんを戻すわけにはいかん。敵の様子 HP 見た。ヤミンちゃんもまあまあ半分切っとんか。オッケーオッケー。アンチアンチアンチ。次ちょっとヤミンちゃんと上条さんを移動。オッケー。もうこれの繰り返しやな。うん、ヤミンちゃんまだ。これの繰り返ししかできん。2人とも 2発までは耐えるから、うん、 OK。 ほんで MP とかも回復させんでええから、アンチ入ったら HP MP 回復するから。 OK、 もう1発ぐらいヤミちゃん耐えるやろ。 OK、 ギリギリ OK OK、 ええよええよ、2発耐えるのでない。 OK、 2発ええよええよ。これはね、アンチでね、アンチに入れたいな。敵の様子、もうすぐもうすぐもうすぐいけるいけるね。まだ上条さんを戻したか。ね、もう一回攻撃してきた。大丈夫かこれ、ヤミンちゃん、危ない。やっぱ2位残るけど、これ上条さんこれ大丈夫かな。出しても振りかけ出す、振りかけで守り、いや今んちにいてもよかったんか。でもいくか、あ、やべ、まあ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 っていう感じか。オッケーオッケー、いやまだ上条さんは戻す必要ない。オッケーオッケー、上条さん大丈夫、おらんもん。オッケー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 、ええよええよ。ね、あのヤミンちゃん戻して、ヤミンちゃん入れて、敵のやつもう死ぬやろ。オッケーオッケーオッケー、マジこの繰り返しだよ。んーで、これでもう一回してくるよな。で、安定、んでもうめちゃくちゃ安全策でやってる。んでまだ上条さん出す必要ない、クラマンはず。オッケー、無駄に振りかけしてもだけど、いくか、まあそういうね。よし、これで。オッケーオッケー。決まったんじゃね？ええよ。本体もこの調子でいこう。
本体もこれでやるもん、本体も。なあ。そして最後の戦い。いや、ヤミンちゃんと上条さんめっちゃ頑張った。やったね。あとは4人に任せよう。大丈夫か？もう勝ったつもりか？見せてやろう、真の力を。うははは。顔捉えちゃったよ、まだ。これが最後の戦い。絶対に勝つ。振りかけないです。振りかけはないです。新長毛を持つか。なるほどね。ちょっと私はちょっとさーて始まりましたね。チョマムスカ、わざ魔法。もうね、こういうね、大でコロンとかダンスは効かへんと思って、もう私はこう、普通の行動をしましょう。ダブルスラッシュ。なんか多くね、なんか周りの、なんか、気のせい、一匹やな。とりあえず攻撃していこう。起きた倉庫にええとこ見せて。オッケー。バリア。ええよ、ええよ。マガム、ええよ。こん中でね、ちょっと不安なんがリサちゃんかなって思う。ジョブ変えたから、ステータスを読んでてね。フェスタを読んだ。あー、こういうの多分ね、攻撃したら倒せるけど、何回も呼ぶやろ。やったらもう本体しか攻撃せんようにしとこう。よな、心ちゃんコイン。にゃんにゃんコイン。欲しいけど、欲しいな、コイン。え、ムスカめっちゃ食らってね。まあムスカだけを集中狙いにしよう。そうしよう。絶対ひたすら呼ぶから、この流れ来たら。あ、結構強い。リサちゃんが集中攻撃うわ、ちょっときつい。大丈夫、リサちゃん閉めて。どうしようかな。リサちゃんのアンチング。リサちゃん一体アンチに入れて回復させる。で、相互が、エスケープ。オッケー、140。どうせまた呼ぶやろ。オッケー、あ、でもリサちゃん今戻さんで。やっぱこうやって呼ぶか。こうやって呼ぶから、もう真ん中だけでええのよ、攻撃は。キリないから。んーで、リサちゃんを安全地帯から戻させて、はい、技魔法でダブルスラッシュで真ん中。おー、もうすぐ半分か。いけるいけるいける。え、第二形態とかあるんかな。オッケーオッケー。ミコちゃんはバリアがあるから強いねんな。オッケーオッケー。ミコちゃんなら大丈夫。オッケーオッケーオッケー。ええよええよ。オッケーオッケー。どうなる？やったね、起きた倉庫。オッケーオッケー。さあ、ここからが本番だ。え？何するの？まずい。何何何？第二形態か。立派にそういうのもあるんですね。眩しい。死んだんやけど。回復。みんなバナナ食べて、みんなバナナ食べて、みんなバナナバナナ。バナナ食べるか、アンチに入れるか。私自身はアンチに入れる。みんなバナナ食べてくれん。オッケー、アンチ。オッケーオッケーオッケー。ナイスバナナ。いいよいいよ。
で、私戻すけど、あのね、リサちゃんを入れるか。正直、ソウゴが死んだら困るから、ソウゴを入れる。リサちゃん、バナナ食べて、ちょっと。どうなる、どうなる。オッケーオッケーオッケー、ナイス、ナイス。ソウゴはまだ復活してない。回復してないな。ソウゴのターンじゃないのに。どんな、うん、オッケーオッケー。ミコちゃんなら大丈夫。全体攻撃っぽくない？ナイスナイスナイス耐えた。ナイスナイ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 ス回復グッズ。あれ76か。攻撃するか。あれ攻撃して、相互が、あんた、オッケー回復したな。ここで相互出してリサちゃん戻す。ほんでミコちゃんはバリアがあるからいいんやけど、ちょっと振りかけで MP だけは回復させとこう。リサちゃんかわいい。ちょっと待って、私もちょっと回復。とりあえずみんなまだバナナとあるから、まああんまり回復せへんねんけど、バナナちょっとミコちゃん頼みなとこがあるかも。 OK 回復したけどまだ戻さん。避けて、避けなさい。セーフ、ナイス。 OK、アンチミコちゃん入れるか。一回ミコちゃん入れよう。バリアあるっつっても HP 減っとるから、私は耐える。勝てるんじゃない、これ。結構減っとるぞ。ええよええよええよ。 OK、 ミコちゃん回復したけどちょっとまだ戻さん。ええよええよええよ。私がヤバそう。私アンチ入れるか。次、あっぶねえ。オッケーオッケー。まあ私が死んだところでね、相互が多分なんかしてくれると思うけど。え、なになになに、お見舞い。元気になってね。あ、ありがとうございます。あのアンチにおるから大丈夫なんですけど、あの大丈夫なんやけど、全然。ありがとうございます。買ったんじゃね。さすが、これまだあるん。第三形態どう。やっぱこのメンバー強えな。安心感があった。てかアンチめっちゃ使ったわ、最後の最後で。いやほんま買ったわ。あ、ムスか。お、やばいやばい、やばいやばい、見とる見とる、私のこと見とる。はっ、今度は前のようにはいきませんよ。ね、魔王の呪いよ、これであなたは動けませんね。旦那さん、助けていただいて感謝します。少しだけ聞いていただけますか。魔王の呪いの過去。ほう、なるほど、魔王のことが聞く。ずっとずっと昔のこと。彼は一人の人間でした。うん、一人ぼっちで寂しい人間でした。あれ、私の予想当たったんじゃね。ぼっちでつって、ぼっちでリア充滅びろっていう。え、あ、え、え、めっちゃ当たってね、私の予想。なんでみんな僕を無視するの？振り向いてくれないの？そうか、この顔が悪いんだ。個性のないこの顔が。個性のない顔が？は？私なんか個性なんかなんもないぞ。個性なんかあってたまるか。個性のない顔ってよく言われるぞ。言われへんけど。そして彼は捨ててしまったのです、大嫌いな自分の顔。顔を捨てた彼は存在を保てなくなり、やがて消えてしまいました。人間を恨み妬み憎み憎む心だけを残して。Yeah.
その心の慣れ果てが魔王の呪いです。さてカンナさん、この魔王の呪いをどうしますか？消滅させる、救う、え？何？そんな昔話聞かされて消滅させるか救うかを私に選ばすんか？え、救うことってできるん？消滅させることもできるけど、え、救ってあげたらハッピーエンドみたいな感じ？消滅させたらなんかバッドエンドっぽくない？なんか、え、救う？え、ほんまは消滅させたいけど、まあそういうなんか昔のそういうの、なんかゴダゴダがあるならば、まあなんていうか、あなたの顔は素敵よって言うたればいいんやろ？オッケー、救う。あなたは優しい人ですね。では彼に顔を上げてください。あなたならできるはずです。え、キャラメイクしろとか言うの？え？え？嫌いな自分の顔をしてさせてそんな描きへ呪いとかしてしまった魔王の呪い。え、なに？ちょっともらまさかのここでキャラメイク？え、マジ？待って、ちょっと待って、もらう。フレンド履歴人気のみから、ちょっと誰にしよっかな。アズリエルとかおるけど。どうしよう。かっこいいのがええ？ムスカ、ムスカムスカでよくない？無理？あかん？しんちゃん、しんちゃん、しんちゃんこれクオリティ高いな。はぁー。魔王か、難しいなぁ。どうしよう。ん？タヌキチがおる。あつ森の。え、めっちゃ難しいんやけど。ちょっと待って。あ、大魔王。いや、まあ、素敵な顔がええんよな。ならば、正直言うとムスカがええかなと思うんやけど、ムスカ二人持ったらちょっとよくわからんくなるかもしれんから、なあ、ほんまはムスカにしたい。本心はめちゃくちゃムスカにしたいんやけど、ちょっと被るのは良くないのかなと思うので、Wi-Fi はどうでしょうか。Wi-Fi はいかがでしょうかという感じで、嘘です。野原ひろしも出てきたし、まあ、しんちゃんも出てきてもええんちゃうかなと思います。はい。なんのんて、しんちゃんこれクオリティ高いしな。ほんまはムスカがええ。ほんまはムスカか Wi-Fi がええんやけど。ね、ちょっと、ここは、そうね、しんちゃんにしとこう。はい。嫌いな自分の顔を捨てたせいで、存在が軽呪いとかしてしまったというわけで、しんちゃんですね。はい。めっちゃクオリティ高くね、このしんちゃん。やばおら、え、おらは、え、待って、おら、え、どんな、おらす、おなすのすけ、おなは一体。はっ、おなの顔。あれ、これ、ぼうちゃんや。ちょっと待って、ぼうちゃんの声だけど。助けてくれたんだね。え、しんちゃんの声ってどんなやったっけ。オラしんのすけ、あ、こんな感じか。助けてくれたんだね。あの、ありがとう。彼のことは私に任せてください。食べよう、共に食べをして償いをさせます。それではカンナさん、お世話になりました。さようなら。マジ？それだけ？おはは、よくやってくれたカンナよ。これで怪物たちはいなくなり、奪われた顔はすべて元の持ち主に戻るであろう。そなたはこのミートピアを作ったのだ。わあ、わあ。わあ、すごーい。ミートピアも救いでカンナ、そしてその仲間たち、心から感謝するぞ。ほっほっほ。ララ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 ラドンドンボン、ラララドンドンドン。こうしてミートピアに平和が戻ったのです。おめでとう。キャスト紹介、え、唐突なキャスト紹介が始まりました。あとドンキ
はい、エンディングかな。うん、ということでね、長らくやってきましたミートピア、これにて最終回となります。バチ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 、王様 D コングということでね。いや、ね、ありがとうございます。あら、ヒロシとジャイコが、あ、ご結婚なされたということですね。いや、おめでとうございます。いや、おめでたですね。はい、姫ジャイコ、落ちぶれた貴族の息子、はい、野原ヒロシ。あ、アナゴッチおったな。お、ワリオや、懐かしい。トランプの魔人のワリオ、隣の国の王子アナーゴ。お、かわいこちゃん。大妖精長女、エダパーチュリー、次女アリス、三女フランちゃん。大魔王ベジータ、普通の人間やん、ベジータ。え、誰、あ、しんちゃんの、あ、シロや。じゃあシロ、犬シロ、シロやろ。大賢者ムスカ、生まれ変わったしんちゃん、シロか。色変わってもたけど、シロじゃないけど。あ、練習後、カメラマン写真撮るんか、ええの撮ってくれるんやな。どう、はあ、あ、良きですわ。サムネですね、サムネですね。あ、戻ってた。なに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 、すげえ、なんか戻ってたけど、最終回やった。旅人の街に新しい旅人が来ました。ということ、ミク、ミユ、タケ、あ、おめえにおはねえよ、タケシ。何やら困ってる。これあれか、サブミッション、サブミッションですね。うん。まあ、なんていうか、サブミッションやろ。ちょっと一応行ってみよう。サブミッションやと思われます。え？別荘が建ちました。別荘は？仲間が90人も暮らせる素敵な場所です。え、マジ？あ、早速行きたがっている仲間がいますよ。誰？あ、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 我々別荘に引っ越します。あ、私も、え？あ、ヤミンも。私も行こうかな。じゃあ俺も。あ、ココロちゃんたち5人が別荘へ引っ越しました。宿屋に空きができましたね。新しい仲間を入れるもよし、別荘の仲間も連れ戻すもよし、宿屋のメニューの仲間を整理でできますよ。それでは、これからも、良い旅を。え、誰が残った今。食べた1秒の、あ、120本になったので。はい。バナナの効果がアップという。はい。はい、ありがとうございます。今、誰が残っとん、宿屋。あ、あ、仲間を整理。めっちゃ頑張ってくれたメンバーだけが残っとる。え、めっちゃ頑張ってくれたメンバーばっかりが残っとる。え、マジ？ありがたい。ありがたい。え、みこちゃん人、え、みこちゃんもいて上条さん何しとんねん。ちょっと、まあちょっと料理あげましょう。ね。そうね、最後。やし、みんな出て行ったし、ほんまね。まあみんな出て行くとか、ええ度胸しとるやないですか。あ、お腹いっぱいらしいですわ。戦い終わったけどね、お腹いっぱいらしいっすわ。なるほど、お小遣い。うん。ゲームコーナー。うん。英雄のステッキはいりません。うん。仲間を整理とは何ですか？別荘。90人まで入れる。すげえな、これ。キャラメイクめっちゃできるやつか。え、そ、え、だって、新しい仲間でこっから増やすってこと？うわー、すげえ。
こっから増やすのね。なるほど。ハークナリッタ誰やしさの5人は、このすっぴんの5人は。はあ、そういうことね。ハークナリッタ。この人たちは私を裏切らんかったいうことよ。ね。今ね。ちょっと待って、上条さんだけちょっと許せへん。いや、ちょっと待って、みこちゃんを別荘に引っ越して、別荘に引っ越す。ごめん、一緒の部屋にさせることできへんの？宿屋の仲間と入れ替え、さよなら、さよならってなんすか？さよならってなんすか？いや、さよなら、いや、さよならはしません。あ、一緒の部屋には入れへんの？一人ヘッドヘアみたいな感じかな？うん、わかりました。まあ。うん、了解です。ちょっと最初の旅立ちの、あ待って、みこちゃんごらん、みこちゃんちょっと別荘持って行ってもだからさ、仲間を整理、さよならってなんや、さよならが気になってたらしゃあない。フラピー、別荘仲間と入れ替えましょう。フラピーはね、ほんま頑張ってくれた。はい、みこちゃん、ほんまね、クラッピーは頑張ってくれましたね。置いておこっか。さーて、出発。1233。ちょっとね、旅人の旅立ちのシーンも。え？ガラパスとネオンシティ。ちょっと待って。ちょっと待って。え、なんかいろんな街が増えた。お使い。ちょ、なんかいろんな、なんか街増えたんやけど、これどういうこと？この街は、え、毎日人が入れ替わる。いいやつも悪いやつもフラフラやってきて、すぐにいなくなっちまうんだ。いい出会いを求めるなら、ちょくちょく立ち寄ることをおすすめる。そういうことね。ところで、旅人の活躍なかし、勲章を知ってるな。あんたもいくつか持ってるだろう。もっと、あんたの勲章を見てみないか。はい。私、どんだけ持っとんやろ。結構手に入れた。ネオンシティに行く。カラパス。あ、行ってない。273個のうち85個しか持ってない。え、そんな少ない私。おーい。こんな感じっぽいです。めっちゃ少ない。思ったより少なかった。てか、全部で270あるんです。どう32%か。まだまだ駆け出しだな。いろんな経験をすれば、いろんな勲章が手に入る。頑張って旅を続けることだ。というわけで、わかりました。この人は勲章とかそういうね、やつが見れるのね。ちょっと待って。気になる。ごめん。ちょっと、覗くだけ。ミステリー調査員に早く、ミステリー調査員って何すか？このまま。リサちゃん。ちょっと待って、これ、やり込み要素ですよね。ちょっと、これは、ペチンと折れんけど。てか、すげえネオンシティなんやけど。すげえネオン取る。やり込み要素ですね。これは、エンディングの後のね。なるほどね、把握しました。まあ、なんていうかね、一応エンディングは迎えたので、はい、一旦、最終回。にしようと思います。まあなんていうか、旅人の街でね、あれですよ、あれをね、ミッションコツコツこなすっていうのもまだあるっぽいし、あとね、なんとか島、なんとか島とか、こっちのネオンシティとかも結構あるからね、それもまあ本編ではないっぽいけど、やり込み要素っていう感じですね。はい、とりあえずね、まあでも今回でね、ミートピア実況は終わりにしようかなと思っております。ありがとうございました。長いことね、お付き合いくださり、本当にありがとうございました。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。いや、ほんまね、まあ、無事ラスボス、はい、倒せて、っていう感じでね、エンディングも迎えれたし、はい、良かったかなと思っております。どうしよう、エンディング後のさ、このやり込み要素は、別にまあ、プライベートではやるけど、暇な時にやるけど、まあ、実況で載せることはまあ、ないかなーって思います。はい。まあ、メインが終わったしね。まあね、なんか毎日人が入れ替わるとか言っとったから、ああ言うたら、旅人の街。ってことは、毎日いろんなミッションがあるから、キリがないと思うんですよね。たぶんね、たぶんやけどね。うん、やから、うん。まあ、
またあのちょっとねたまーにやけどここのガラバストとかこっち進めてみたりっていうのは載せるかもしれない。ネオンシティ行ってみたみたいなあとガラパスト行ってみたみたいな感じで載せる時があるかもしれんね。ミッションはまあプライベートでやるかもしれんけどね、まあそういう風にやるかもしれへんっていう感じでね、まあ一旦ちょっと未定なんですけどもね、未定やけどまあ終わりですね。はい、一応終わりました。パチパチ、本当すみません、ありがとうございます。最初から何見てくださった方々、まあありがとう、お疲れ様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ほんでお疲れ様でございます。ほんまありがとう、ありがとうございます。ほんまね、なんか毎回コメントくれたりね、毎回ねすごいクソ長い時間やったけど見てくれて本当ありがとうございました。本当嬉しかったです。いやほんまね、ミートビューすごい楽しかったしね、ほんま楽しめましたしね、本当ありがとうございました。はい、というわけでね、長らく続いたミートピア実況ここまでで終わりにしたいと思います。次回がデルタルーンですね。ちょっといつから上げるかはちょっと決めてないんですけども、ちょっとデルタルーンまたちょっとお知らせ出しますんで、はい、デルタルーンをやろうかなとは思っておりますが、はい、他にまたゲームがあったらそっちもやるかもしれんし、とりあえずね一旦デルタルーンチャプター2、はい、続き進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。というわけでね、はい、ミートピアここまでになります。本当ありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、というわけでおしまいです。良い最終回ですね。いやほんま良かったです。はい、というわけで終わりです。皆さんお疲れ様でした。ではまた次回のね実況でお会いしましょう。それではさよなら、バイ、アデュース、バイバイ、ありがとうございました。